フーチーズ和田です。村田です。今日はですねこちら、バーサタイル特集に、つながりまして、アリストテレスを紹介いたします。まずこのアリストテレスなんですけども、はい、おすごい見た目がテレキャスターっぽい、やっぱりアルダーとかあのアッシュなのかなと思いながら、実はマホガニーボディというところなんですけども、うん、はい、それは何かやっぱり狙いがあってっていうところ。マホガニーはなぜかというと、マホガニーの音のイメージって結構ミッドがこうボンと出るっていうか、ローミッドにこうピークがあってちょっとこう力強い感じ。ああそうだ。でそれが多分マホボディ、マホネックだとそういう感じだと思うんだよね。メイプルネックになると、はい、ここの鳴り方はだからいわゆるフェンダー系の鳴り方になるわけだよね、うん、ほとんどがだからアタックの音ってここだから、うん、で余韻の部分でマホガニーの質感が出てくると思うんだけど、アルダーとかだとちょっと弱いというか、まあ、アッシュに比べると暗いっていう意味の暗いだけど、うん、でアッシュだと立っちゃうっていうか、あ、はい、音がで、クルーズはもともとやっぱりマホガニーとかコリーナとか好きなんだよね、うん、そう社長の趣味だと思うんだけど、はい、社長三大キング好きだからさ、BB、アルバート、フレディっていう、ああ V 使うじゃん、はい、V ってさコリーナとマホガニー、まあ、マホガニーそうだからそれなんじゃないかっていうのもちょっとあるんだけど、ああで、はい、マホガニーってそのアタックがピーキーじゃないじゃないですか、うん、でそれがイコール中域っていうところに、まあ、通じるのかなと思うんだけど、マホガニーイコール暖かい音みたいな、はい、でも別に暖かい感じではなくて、うん、強いなんかフラットな感じっていうか、あの変にピークがないっていうか、アッシュはハイミッドにピークがある、うん、でアルダーはそれがなくてちょっと柔らかい感じっていうか、でマホガニーはバツンって立つんだけど、うん、変なとこにピークがない、変なとこじゃないけどね、アッシュが変なとこにピークがあるわけじゃない、まあ、俺は俺の言い方の問題ね、ピークがないから音が立つんだけど、フラットな感じっていうか、あだからそれは意外に多くの人にハマったのかな、だからこのシープから想像するよりは力強い音、強い音が出ると、うんうん、そうです、うん、じゃあちょっと実際に音を聞いてみたいのでお願いします、はい、じゃあネックピックアップクリーン、ケンパーでトゥーロックのリグです、うん、ハンバッカーのまあ、メローなトーンなんだけど、うん、アルダだとこんなにアタックが立たないそうですねのではないか、ね、うん、うん、これ多分今 LINE で撮ってる音を皆さんに聞いてもらってると思うんですけど、 LINE でボルトオンのタイプのネック側の音って印象でいくともうちょっと弱い感じに感じると思うんだけど、うん、でもこのギターはちゃんとトントントンってアタックがあって音像もでかい感じっていうか、うん、それがポイントだと思う。ブリッジ側、こんな感じですね。まあ非常にこうバランスの聞いた感じバランスいいなうん、感じに感じると、そうです、こういうタイプでやっぱりこうアルダーとかだとやっぱり今みたいな感じじゃないけど、ちょっともうちょっと太さ欲しいかなっていうところが本当綺麗に出てる、綺麗に出てるというか、そう、うん、あでもそうなんじゃないかなと思う、うん、で最初からこれだから90年代の初頭の頃に作られたデザインなんだけど、最初からあの頃には珍しくハイパワーじゃなかったんだよね、ピックアップが最初何だったんだろうな、最初からディマジオだったのかな、ディマジオのパフ系が乗ってて、はい、ややこうクリーンな音を狙っているっていうか、うん、で今は一番新しいモデルはクルーズのオリジナルピックアップがついてて、ネック側に CL っていう、まあ、いわゆるパフタイプ、うん、でブリッジはディスって言ってちょっとパワーがあるタイプを乗せてます。何でもできる音なんだよね、うん、フラットだからコンポ系っていうか何でも使えるよギター、うん、あの辺のギターの弱点っていうか、うん、その
ちょっと物足りない部分っていうの、やっぱりそうハムとか、まあ、シングルはいいんだけどハムの時にちょっと弱い、もうちょっとこうなんかレスポールみたいになってくれてもいいんじゃないかとか、そこなんだよ、あのバイオンとかさ、うん、そういうなんか膨らみの部分が俺もないと思うのよ、はい、カチッとしちゃう、あそれカチッとしちゃいます、うん、だから確かにシングルはまあもともとそういうねカチッと系だからいいかなと思うんだけど、うんはい、ハムにした時にクーってさ、いわゆるハンバッカーのもうその椅子を打ち消し合ってハム消しました、うん、でその音ですみたいな、はい、あまりにもこう直線的すぎる、直接的すぎるというか、そうそうです、ね、ストレートすぎる、うん、ハンバッカーの音がやっぱちょっとねっていうのは多いんだよ、そういう人多かった、うん、あの頃から。でこのギターはさっき聞いてもらって分かったと思うんだけど、めっちゃメローな音なんだよね、そう、そのリッチな感じ、うん、いいよね、柔らかい、そう、いいとこ出てますよねっていう、うん、でそれがちゃんとあってなおかつローアクションで、うん、あの指板はこう歩きつくなくて弾きやすくてみたいのが多分やっぱりすごいハマる人が多かったんじゃないかなっていうか、うん、でもじゃあ歪ませるとどうかってことですよ、ディストーションサウンド、はい、どんな感じか、もうアタックがガツッとあるから沈まないっていう、うん、で非力な感じがない、そうもちろんよりハイパワーなタイプっていうか、うん、そういうピックアップだとズンっていう感じもっと出るけど、うん、でもこのディスっていうのはすごい巻いてあるんだよね、うん、実際は巻いてあるけどクリーンにしてもらってるからローミット感がすっきりしてるハイパワーっていうか、うん、だから結構こうキレのあるディストーションです、ね、だからダウンチューニングにも合うし、うん、そういう意味ではこういわゆるいろんな音を出したいギタリストがまさに欲しい感じの仕上がりにはなってるっていう感じですね。確かになんかクリーンの音聞いてるとちょっと今ぐらい歪ました時にボフボフしちゃうのかなと思ったら結構ガチンとくるんで、そうだよね、うん、そこが結構こだわったところかもしれない、はい、そのピックアップの音作りに関しては、うん、まあやっぱギターの音はさもう生で弾いてもそんな感じじゃん、もうアタックがピーンとかキーンとか言わなくて、うん、ガッガッって出て、はい、だけど暗い音じゃなくて、うん、でそれをアンプから出した時にボヘッとかされるとさ、うん、違うんですけど確かにじゃない、だからリアを例えばスーパーディストーションにしちゃおうとか、はい、ホーンゾーンにしちゃおうとかっていうのは全然いいと思うんだけど、うん、ただこのローのすっきりしたハンバッカーで、うん、逆にこっちでグイッとこうロー感上げたりとかした方が、うん、後からやりやすくないですか、ね、そうですね、そういう提案、うん、トーンゾーンとかはどうしてもこうゴゴゴゴゴってなっちゃう、そうかっこいいけどね、うん、ゴゴっていうかモモモモってなっちゃう時が、うん、ただそれをやり続けなきゃいけなくなってしまうそうなんだよね、うん、そうだからそこは考えてあって、でネック側もやっぱりそのパフタイプなんで、こういう歪んだ音でもちゃんとこうニュアンスは出るようにしてある、うん、でもちろんヴィンテージのレプリカじゃないので、あのノイズレベルとかもずっと下げてあるし、まあ、そういうところも結構ちゃんとできてるんじゃないかなっていう感じですね、うん、でトレモロ付きもありますよ、ね、はい、そうなんです、トレモロバージョン、トレモロバージョンは割と最近あお客さんからのやっぱり、はい、あの注文が多くて、うん、作ってもらったバージョンです、はい、ボトムズアップの通販とかを、はい、オーダーで作ったりとか、あーそうそうしてたんだけど、はい、やっぱりハンバッカーだったらやっぱマホガニのボディがいいなっていう人が多くて、うん、それで作ってもらった、はい、ディストーションサウンドのままいっちゃいますね、はい、
こっちはトレモロがフレッチ今フローティングだし、うん、バネが入ってるしっていう感じで、はい、ちょっとこう余韻感が出るというか、うん、金属的な音が入って、はい、まあ、それがまた使いやすかったり、うん、あとは単純に言えばトレモロ使えるよっていうところかなと。これタップがついててタップの音もいいんですよ。で今クリーンしてネック側これを、このトーンを押すとコイルタップします。まあ、やっぱこの音は必要ですよねというか、うん、それでこの機能ついて、まあ、それがしかもタップで出るっていうのはすごいですね。なんかすごい良かった。でリアブレッジ側も同じく、はい、うん、まあブレッジ側のシングルってストラトとかでもあんまり使わない人がいるから、うん、あんまり使わないっていう人はこのタップをネック側だけに聞くようにしちゃうことも簡単にできるんで、はい、まあ、そういうカスタマイズは後からやってもいいかなと、うん、でもすごいタップの音がすごいいいですねってよく言われる、うん、それ確かによく言われますし、うん、実際に音を出してもそう思います、ね、うんうん、今までちょっとこのクルーズのこの辺のギターに合うまではタップって一応つけてはいたけど結局使わなかったんですよ、うん、やっぱりタップにした時に細すぎるんだよ、ね、そうそうそう、ってなるんで絶対コンプ必要じゃんみたいな、うん、そうですね、なんか踏まないと使えないみたいなのが多かったんで、うん、結局もうタップつけてたやつとか全部取っちゃったりとか、うん、もうしちゃってたんですけど、この辺は本当に扱えるっていうのが、うん、タップの切り方とかもね結構考えてやったんだよね。でこっちのモデルの時タップの音やんなかったんですけど、実はこれタップじゃなくて最近のだから提案型として、うん、普通ハンバーカーってシリーズシングルコイルのシリーズ接続なんだけど、パラレル接続がいいんじゃないですかっていう提案があって、なんでかっていうと今はやってみて思うんだけど、そのやっぱシングルの音めちゃめちゃいいんだけど、それでもやっぱ原因2本あったのが1本になっちゃうから原因差がそうですね、すごい落ちます、うん、だからやっぱなんか補正しないとちょっと使いにくいかなっていうのがあって、でパラレルはいわゆる、シングルコイルを2つ並列にしたから、うん、だからストラトで言うとセンターとリアのハーフトーンみたいな感じの音なんだけど、今だったらなんかそっちの方がいいんじゃないみたいな、まあ、今っぽい音っていう感じです。ちょっと聞いてみてほしいんだけど、これがネック側の普通のハンバッカーの音、でネック側を、パラレル、はい、アタックの音がそんなに引っ込まない、はい、あの音量差がないっていうか、うん、それがいいんじゃないか。そうですね、シングルの音になってるけどなんかこうストンっていう感じがない、2つ鳴ってるからね、うん、っていう、だからちょうどこっちがシングルネック側シングルクールだとしたら、これはネックとミドルのハーフトーンになるみたいな感じのイメージ、はい、うん、でこれがだからいわゆる実際には P90 とかの音じゃないんだけど、ジャズマスターのピックアップの音じゃないんだけど、でもああいうニュアンスが欲しい時にすごい使えるっていうか、それが今ちょっと おすすめしてるっていうか、そういうのもできますよみたいな、もう配線を変えるだけなんで、あの改造っていう感じでもない、うん、配線をやり替えるって感じ、うん、で、ブリッジ側も同じく、これがハンバッカー、
これがパラレル。でブリッジ側はさっきのシングルハムとシングルの切り替えの時よりも多分使い勝手が良くなるんじゃないかっていう、うん、そうですね、はい、程よいのがなかったんであれなんですけど、まあ、クランチにしてで今はこれわざとネック側とブリッジ側を個別にしてるので、うん、コンビネーションで音が変えられたりするというか、これ今ブリッジ側だけがパラレル、はい、逆ネック側がパラレル、ちょっとみんなが好きなジョイーンとしたの、うん、逆だとちょっと、同じハーフトーンでも、はい、ミックスポジションでも全然違う感じ、うん、だこれだからまさにバーサタイルっていうか、うん、今っぽいバーサタイルな、うん、音の変化っていうかにもなるから、そうですね、今のジョイーンって感じはすごい出したい人多いと思う、そうね、うん、だから結局2ピックアップの真ん中の音だよね、うん、2つのシングルコイルの真ん中の音、みんなが好きな音、まあジャズマスのちょうどミックスだったりだとか、ね、P90 とかのそこですね、うん、あれが出せるっていう、で、まあ、別にこう両方ハンバッカーでミックスにすると、うん、これでも全然いいんだけど、うん、両方例えば両方パラレにしちゃっても、うん、とキュッて前に出てくる感じ、そうですね、これはもうだから70年代言ったらもうだからジミー・ペイジはもうやってたしみたいな、あ昔からやられてる技というか、もちろんコンポーネント系ジェームス・タイラーとかもやってたし、うん、みんなこういうのやってたんだけど、あの頃のパラってちょっと違うんだよね、 今やったらまた違う感じっていうか、もうちょっとやっぱり細かったんだよね、線が、わざとそうしてたんだと思うんだけど、はい、今だったらこういうパラレルの音が良いんじゃないですかと、そう、だからこの間のボトムザップの話も通じるけど、やっぱ基本的にはもうだから楽器の生なりで音をちゃんと作ってあって、この辺は何とでもなるというか、そうですね、うん、まあ、これにミッドブースター乗せた人もいましたし、何とでもなるので、まあ、その辺も含めてまたご相談いただければという感じで、やっぱりこのアリストテレスめちゃめちゃいいと思います。やっぱクリーンがここまでいいボルトガンツーハムってなかなかないと思う。そうですね、うん、ここにいると普段これがあるからこう薄れちゃうんですけど、いざ他のギターとか弾いた時にあれってなるんで、そうなんだよね、うん、外の現場でうわー今ここにアリストテレスがあったらっていうことがすごい多いんだよね、だから多分そういうハマる人多いと思うので、うん、ぜひ弾いてみてほしいですし、あとはね、このカスタム品というかちょっとレギュラーにはないし、うん、メイプルトップバージョンにしてもありますけど、はい、ちょっと長くなっちゃったので、うん、改めて、はい、これはご紹介したいかなと思います、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。